実は原木椎茸栽培では最も厄介なのがこのゴミ虫だましです。あの幼虫は餌としても有名なミールワームですね。幼虫の時は木に潜み、木や椎茸菌を食いながら過ごします。当然ですが、食われた部分は穴が開いて椎茸が生えなくなります。さなぎを経て成虫になると木の外に出てきて椎茸菌を食べ歩くんですね。さらに厄介なのがこのゴミ虫だまし、夜行性なんですよ。夜に活動するので日中は物陰に隠れて非常に見つけにくいんです。しかもこのゴミ虫だまし、発泡腺まで食べちゃって消化できるんですね。なのでプラスチックゴミ問題も解決するんじゃないかとも巷では噂になってます。その何でも食べるという習性から、木に生えた雑菌を食べ、体にその雑菌の胞子をつけたまま別のところに行き、雑菌を振りまいて増やしてしまうという恐ろしいことが起こります。椎茸栽培者にとってはもう悪魔的な存在ですよね。頼むからやめてくれ。それがゴミ虫だましです。早く対策が知りたくありませんか？実はこのゴミ虫だまし、これといった対策ありません。見つけたら取り除く、この地味な対策しかないんですね。なぜか、これゴミ虫だましの特徴があります。虫なのに光が嫌い、そして飛ばない、この2つが厄介なんですよ。もちろん光でおびき寄せて飛んでくる虫を撃退する電撃殺虫器やラケット、そんなのは使えませんね。ネズミ止めシートだって歩いてるやつにはほとんど無意味です。唯一成虫に対して有効なのが浸水です。ただ浸水をしても溺れ死ぬことはなく、水面に浮いてきて壁をよじ登ってきます。なので一番マシな策は見つけたら取る、もうこれしかないんですね。ちなみに先ほどちらっと夜行性と言いましたよね。夜9時以降に椎茸原木を見に行ってみてください。やつらが歩き回ってるはずです。時間が許せば夜に見回って取り除く、これが一番マシな策ではないかなと思います。ちなみに手袋をしないと体から出る体液で手が染まってしまうので気をつけてくださいね。この科学が発達した現代に手で取るしかないのが悲しい。何か有効な手段があったらコメント欄に書き込みをお願いします。ちなみに国外に対して有効な全体アリが木の奥深くに潜んでいるゴミ虫ネマシの幼虫に効くかどうかは検証したことがないので分かりません。興味のある方は実験してみてはいかがでしょうか。こんな小さなチャンネルを見てくれるほど椎茸栽培のリテラシーが高いあなたなら、ほぼ確実に見たことのあるからいきましょう。あの縁が白で中身が緑のやつね、ピーンときたと思います。